中村雄平は、福井県大野市出身のプロ野球選手。東京ヤクルトスワローズ所属。マネジメント契約は、エーベックススポーツ。弟は横浜 DNA ベイスターズ打撃投手の中村達也。大野市立歌唱小学校で5年生の時に、友人から誘われ、野球を始める。最初の守備位置はレフトで、その後内野も一通り経験し、正午の夏から保守になった。 大野市立陽明中学校では3年時に県選抜チームの福井クラブで第22回全日本少年難式野球大会に出場した。福井県立福井商業高等学校では強権強打を武器に1年秋から正捕手となり2年連続の夏の甲子園出場に貢献した。2007年夏の甲子園は初戦敗退。 翌2008年夏の甲子園では、初戦で坂田南を破り2回戦に進出したものの、橋本いたるを要する仙台育英に赤敗し、ベスト16入りはならなかった。2008年度ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズの3巡目指名を受け、契約金4500万円、年俸480万円で入団した。福井商業高校からヤクルト及び、 その前身球団に入団した初の選手となった。その後中村は契約金の一部から母校にピッチングマシーンを送っている。2009年の春季キャンプは2軍スタートながら2月21日の大気アタイガース戦で逆転2点本塁打を打つ活躍を見せた。3月29日の対埼玉西部ライオンズ戦で途中出場しアレックス・グラマンと対戦して 三振に倒れる。開幕も2軍で迎えたが試合では先発出場が多く、5月5日の対北海道日本ハームファイターズ戦では、星野八千穂から自身公式戦初の本塁打を打った。6月に故障で離脱するも、7月上旬に復帰。7月23日のフレッシュオールスターゲームでは6回表に登場して敵自打を打つと、 その裏から赤川勝則とバッテリーを組んで2回を無失点に抑える活躍を見せた。イースタンリーグでは最終的に打率301点本類が22打点2盗塁、守備率991の好成績を残した。9月29日、負傷によって抹消された相川良次と入れ替わりで初昇格し10月2日の対。 広島東洋カープ戦で7回裏にソーとして、プロ初出場。10月6日の対横浜ベイスターズ戦では5回表に、吉木の代打でプロ初打席に立つと、その裏から一軍公式戦で、初めて星として、守備について、後続を無失点に抑え、高田茂や、初バッテリーを組んだ、松井航海から賞賛を受けた。 最終的にアンダは生まれなかったものの、守備についた3試合、合計10回に、3を無失点で切り抜け、チームも3試合ともに逆転勝ちを収めている。10月12日の対読売ジャイアンツ戦では、鈴木直弘の2等を指して、初の盗塁阻止も記録した。2010年は2年目ながら一軍春季キャンプに参加し、視察に訪れた、古田敦也から高評価を得た。 紅白戦では、飯原誉氏の二等を阻止するなど、首脳陣から高評価を得ている。この年に、台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップ、日本代表に選ばれた。2011年、第3捕手として一軍にいる期間が長くなり13試合に出場。イースタンでもチーム捕手最多の56試合に出場した。2012年は、 怪我により登録抹消された、相川良治に代わり保守を務めることが増え、相川復帰後も出場機会が多くなっている。また、6月29日の阪神タイガー,アース戦では、最終的に勝利に導いたプロ初本塁打も、ノーミアツシから記録した。最終的に、中村マスクジは、オーランドロマンを除く先発、中継ぎ全員で、相川マスクジ以上に攻防漁率 好成績を残した。オフの11月6日に、侍ジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が発表され代表入りした。2013年は、8月13日の対、中日ドラゴンズ戦で、プロ初めてのサヨナラ打を打った。しかし、シーズン通しては、前年に比べて成績を落とし、出場数も84試合と、わずかに減少。 正保守の座を掴むことはできなかった。2014年は開幕から打撃好調を維持し、監督推薦でオールスターゲームへの初出場も果たした。シーズン閉幕まで一度も離脱することなく、自己最多の99試合に出場、規定打席には届かなかったが、298と3割に迫る打率を記録した。二千十五年は正保守として定着し、二年連続で、 オールスターゲームにも出場。7月16日には、第1回、WBSC プレミア12の日本代表第一次候補選手に選出されたことが発表された。9月15日の DNA 戦では2年ぶりとなる、サヨナラ打を打って、チームの首位の座をキープした。打撃成績は、前年より落ちたものの、過去最高の136試合に出場し、チームの14年ぶりとなる、 リーグ優勝に大きく貢献した。また、ベストナインやゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞も初めて受賞した。オフの10月9日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表最終ロースター28名に選出されたことが発表された。2016年開幕前の2月15日にサムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の 日本代表26名に選出されたことが発表された。シーズンでは106試合出場で打率187と不本意な成績に終わった。2017年はファウルチップによる怪我の離脱もあったが127試合に出場し打率2 4 3よ本塁が34打点を記録した。二千十八年からは選手会長に就任する。 2018年は、聖保守として123試合に出場したが、シーズン終盤では、イノタクトの併用が増え、試合途中での交代も多くなった。2019年1月8日、3600万円増の年俸9000万円の3年契約で契約公開した。2019年は、126試合出場で打率、269と近年と比べて、 打撃成績が向上。一方、8月下旬から右肘に違和感を覚え、9月22日に出場登録を抹消された。シーズンオフの10月3日に右肘のクリーニング手術を受けた。2020年、東北楽天ゴールデンイーグルスから移籍してきた島本博らとの争いを制し、開幕前日にスタメン出場が発表されていたものの、 開幕部である6月19日の試合前練習で上半身を痛めスタメンを島に譲り翌6月20日に出場登録を抹消されたその後復帰するも工作したことにより負傷交代するなど不運が相次ぎ29試合の出場に終わった2021年1月6日に背番号を2に変更した3月31日からは 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となり、戦線離脱した青木のり下に代わりにバンダ社に定着するなど、攻守でチームに貢献した。4月15日の対 DNA 戦で2年ぶりの本塁打を打った。7月16日のマイナビオールスターゲーム2021に、監督推薦によって出場が決まると、第1戦で9回の無失一二類から、 オールスターゲームでは30年ぶりとなるギダを決め、前世に勝利を呼び込んだ。強気なリードと強権が武器。高校時代は、補給してから投げるまでのタイムは1.78秒、遠投110メートルを記録している。打撃では、右方向に打つのがうまく、勝負強さも誇る。スナック菓子のカラームーチョが好物なことから、ニックネームは、ムーチョ。高い身体能力を持っており、 スポーツ用品メーカーが高校球児を対象に行っている体力測定では過去数人しか記録していない最高レベルを記録した。憧れの選手に古田敦也を挙げており投げ方を真似したこともある。また古田の背負っていた背番号27の継承を目指しており2016年オフに28番への変更を脱進されたが誇示している。しかし2020年オフに 小さいことから自分を見つめ直す。挑戦したいとの思いから、自ら背番号2に変更している。高校1年時から3年までの2年間、テレビ中継で、谷重元信や矢の陽体を参考に記録したリード、研究用のノートは、10冊を超えたという。弟の中村達也も、野球選手で、ポジションも、遊兵と、同じく保守。2018年と2019年に BC リーグ。 福井ミラクルエレファンツに所属した。現在は横浜 DNA ベイスターズの打撃投手を務めている。ありがとうございます。